去年ぐらいから流行ってる、首にかける扇風機って知ってます？ここ2つがフーって出るやつですそうか？そう はそう。いはいはい、わかります。あれ、たまにつけてる人いて、面白いなと思って。で、最近暑いじゃないですか。暑いですね。うん、それで、会社で、あれを使ってる人がいたから、恥ずかしい。恥ずかしいんですよね、あれ。で、あれ使ってる人がいたから借りたんですよ。でも、ここから風が顔に向かってくるから、30分ぐらいすると、目が乾燥しちゃって、ああ、これダメだなと思って。でもね、やっぱりああいうの好きなんですよね。ああ、わかります。ちょっと意味のないガジェット好きで すね。面白いですよね、ああいうの。はうん、い、いいですそう、ね。そう。で、まあ、ちなみに、最近気温が高くなってきたっていう話なんですけど、夏と冬、どっちが好きですか？夏と冬、私は冬の方が好きですね。あ、本当に？え、それなんで？夏はもう脱げないじゃないですか、それ以上。うん。まあ、確かに。でもうん。冬はいっぱい着れるので、服を。ああ、なるほど。あと、夏、だって夏の方がたくさんやることありません？まあ、確かにそういった面では夏もいいですね。うでも冬ん。も別にそんなに日本の冬って寒くないじゃないうでん、す。まあ、0度ぐらいですよね。ああ、なので、レーズだったら走れるんで、う T シャツで。ん、うん。え？ 本当に？そう、なので、全然寒いのは大丈夫です。ただ、う一つ残念なのん。は、うん。日本の家は、まあ、一うん。般的に、うん。寒さ対策ができてない家が多いので、ああ、なるほど。家にいるのが結構寒いですね。うん。確かに木造の家が多いですよね。そうですね。寒い国だと、そう、窓が二重になってたり、床暖房が完備されている、普通の高くないアパートとかでも床暖房が完備されているんですけど、日本ではなかなかね、そういうのがない。まあ、ありますけど、ちょっと高いマンションに住まないと。そう、普通のマンションとか家だとそういうのはついてないですね。そう。なので、そう、日本の、冬の家はあんまり好きじゃないんですけど、季節で全般で言えば、まあ、冬の方がいいですかね。あ、ゆうす本けさん当。はどっちですか？僕は夏が好きですね。なんでですか？夏は冬と比べると楽しめることがたくさんあるからですね。例えば外で食事するとか、海に行くとか、あとは、まあ、山に行くとか、キャンプするとか、そういうのって冬できないですよね。まあできないことはないけど、でも、冬の山は結構いいですよ。低い山に登るんだったら、冬の方が、まあ、暑くなるじゃないですか、山登ってると。なので、頂上着いた時にちょうどいいみたいな。いや、冬の山はね、危ないですよ。でも、どこの山かにもよりますよ、もちろん。でも逆に夏の山の方が暑くて、多分住んでるとこは違うからですかね。まあ、違うからなんだと思うんであ、すかけもしど。れない。だって多分、四国の山ってあんまり雪降らないですよね。降らないですね。高い山が、まあ、いくつかありますけど、そこは冬はもちろん行かないですね。でも、普段登る山は、低い山ですね。関東の山は、高いところへ行くと、だいたい雪が積もってるんで、まあ、冬の話ですけど。だから冬は危ないんですよね。死ぬ人がいるから。ああ、そんなに。そうそうそう。だからやっぱり、どこに行くにも、夏の方が好きかもしれない。あと、花火大会とか、そういう外に行く機会が多いから、夏の方が好きですね。なるほど。私は冬の方が、まあ、食べ物も美味しくないですか？ああ、れ？違う。美味しい美味しい。魚が美味しい。そうですよね。冬は魚が美味しい。あと何が楽しいかな、冬。冬は、あとは、まあ走るんですけど、私たまに。走るっ走るて、のも、ジョギング？ジョギングとか、まあ、
ハーフマラソンなら出たことあるんですけど。あ、すごい。うん、そういう走るのも寒い方がいいですね。うん、暑いとどうしても、うん。確かに走るんだったら寒い方がいいですよね。うん。私夏も好きなんですよ、すごく。でも、うん、夏ずっと常夏の国に行った時に3ヶ月ぐらい住んでたんですけど、うん、ずっと暑いところに。うん、そうするとなんか自分の頭が回らなくなるというか。何も考えられなくなるんですよ、暑すぎて。うん、で、暑い国の人ってそれを解消するために、うんうん、すごく強くエアコン入れますよね、冷房、うんうんうん、あれが慣れないっていうのはありますね。うん、例えばシンガポールなんかは、はい、タクシーに乗っても、うん、デパートに行っても、うん、ホテルに入っても、うん、すごく気温が低いんですね、冷房で気温下げてるんですよね、うん、だから日本人にとってはすごく寒く感じるんですよね。あ、そうですね、うん、特に私は女性なので、うん、あの冷え性なんですよ、うん、冷え性だから結構エアコンはきついですね、うんうん、でもやっぱりその慢性的に暑いから、はい、熱中症にならないために、うん、おそらく結構低めの設定なんですよね。あ、そうなんですね、うん、おそらく、うん、まあ、推測ですけどね。うん、もうすぐ夏ですね。確かに。そう。やっぱり夏、うん、夏がいいですよね。夏好きですよ。私も最近。ま、夏好きなスポーツといえば、うん、サップ？パドルボードの上に立って、漕ぐスポーツだとか、うん。あ、マリンスポーツやるんだから、夏の方がいいんじゃないですか？うん、両方好きですけど、あの冬も。うん、うん、そうですね、夏の方が好きなんですかね。夏生まれですしね、はい、うんそう、夏の方がね、やっぱりやることがたくさんあって楽しいのと、うんうん、あと夜結構遊びに行けるっていうのはいいですね、やっぱり冬、うん、夜遊びに行ったら寒いじゃないですか。うん、確かに、うん、でも夏だったら夜遊びに行っても結構楽しめるかな、うん、夏の夜いいですね。そう、夏の夜いいですよね。ね、私実はあの4年間ぐらい日本の夏を経験してないんですよ。忘れちゃって。いいな。だからなんか日本の夏の夜は好きだった気がします。うんうん、あ、じゃあどっか旅行行っちゃってるとか。去年は、ニュージーランドとオーストラリアに、うん、で、うん、その前はカナダとか、うん、まあ、その3年間はカナダとかアメリカにいました。うんうんうん、なるほど。そう、私が去年いたあのオーストラリアのケアンズというところは年中夏ですよ。うん、あ、本当？はい。最高。最高ですか？私冬に、ね、冬っていうか、オーストラリアの冬に行ったつもりだったんですけど、もうすごく暑くて、うん、ちょっと大変でしたね。でも多分ユースケさんは好きだと思います。ああ、夏好きだから、うん、うん、まあでも東南アジアもいいですね。うん、東南アジアいいですよ。うん、あと自分がアジア人だから、はい、自然にその環境に溶け込めるっていうのもあるんですよね。うん、なんか目立つ外国人じゃなくて、うん、そこで生活してる人たちに溶け込むのが好きなんで、うん、うん、そういうことが自分がアジア人だからやりやすいっていうのはありますね。うん、今タイ語勉強してるんでしたっけ？タイ語よく知ってます。言ったことありましたっけ？そう、だからですか。だからタイ語勉強してるんですか？基本的に東南アジア好きなんですよ。うん、うん、でも今勉強してるっていうと、うん、タイ語で話しかけられると困るから。じゃあカットで。そう、これはね、言わない方がいい。すいません。タイ語とベトナム語に興味があるんですよね。うん、でもまだ言わない。まだ言わない、まだ言わない。まだ言わない。話せないから。ああ、なるほど。今じゃあ勉強中ですかね。うん、そう、今は勉強中ですね。うん、で、基本的に、あったかいのが好きで、うん、で、特に夏場は夜に出かけられるから好きなんですけど、うん、基本的にね、夜が好きなんですよ。ああ。そう。で、真逆です。本当、昼間が好き？いや、朝が好きです。朝が好き。朝すがすがしくていいんですけど、夜が好きなんですよ。夜が好き。どうしてですか？どうしてだろう。理由はわからないんですけど、はい。朝起きると、
朝から昼までは半分ぐらい寝てます。頭の中がね。テレワークの時は、特に。まあ、会社に行っても同じですね。あで、朝会社に行きますけど、はい、昼ご飯を食べてやっと目が覚めるっていう感じ。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、それで夜になると完全に目が覚めて、元気になるっていう感じ。完全に夜型ですね。そう、だから多分体質が、うん、基本的に夜行性なんですよね。さゆりさんは朝型人間ですか？はい、朝型人間ですね。はい、オフィス の会社の話で言うと、うん、私が会社で働いてた頃は、うん、その朝行くじゃないですか。8時とか9時に着いて、はい、もう午前中に大体仕事を終わらせるのが好きでしたね。で、お昼からは、うん、もうゆっくりしようみたいな。あ、うん、朝からじゃあ頭が回転するんですね、うん、はい、そう、うん、で 逆にもう仕事終わって5時とか6時になったら、うん、もう何も考えられない。あ、眠くて眠いというか同じですね、うん、あのゆうすけさんの朝と同じで、うん、なんか起きてないみたいな。あ、うん、朝型人間なんですね。そう、朝型人間なんですよ、うん、だからいいな。いいですか？いや、夜型の方がなんかかっこよくないですか？いやいや、でもね、うん、あの、やっぱり世の中が、昼間を中心に回ってるじゃないですか。はい。で、夜って、電車も動いてないし、うん、店も閉まっちゃうし、うん、面白くないんですよ。だから、夏の夜が好きなんですよね。夏って結構遅くまで店やってるから。あー、なるほど。うん。そうですか。じゃあ夜その遅くまで起きてるってことですか？そうなんですよ。それが原因で、はい、朝眠いんですよね。逆にその夜起きて何するんですか？夏はさっき言ったように、はい、うんうん、外で食事したり、うん、海とか山に遊びに行ったり、うん、花火を見に行ったりとか、その外で遊ぶことって夏はたくさんあるじゃないですか。うん、で、そのまま花火見終わった後に食事に行ったりとかして、うん、寝不足のまま寝不足のまま会社に行く。すごいいいサラリーマンですね。典型的なサラリーマン。あの、ちょっと話変わるんですけどね。はいはいはい。まだ夏じゃないんだけど、うん、今みんなマスクしてるじゃないですか。はい。で、夏もマスクし続けないといけないんですかね。いや、し続けるんじゃないですか。だって夏マスクしたら、うん、はい、口の周りだけ日焼けしないですよ。ああ、そうでした ね変になりますね。どうしましょう。どうしましょう。どうしましょう。外出ないのがいいんじゃないですか。そう、だからやっぱり夏はマスクしたくない。うんうん、確かに、うん、それでね、それともう一つ、うんうんうん、今日カメラ屋に行ったんですけど、うん、はい、店の入り口で、うん、マスクをしていないお客さんが、うん、入店を断られてたんですよ。そうなんですか。そう、それで、まあ、その人はマスクなしで入れないんですか、わかりましたって言ってそのまま素直に帰ったんですけど、はい、うん、日本人って本当にみんなルール守るなと思って。日本って治安すごくいいですよね。うん、そうですね。安心して、ね、うん、安心して歩けますね、うん、だって、うん、日本以外の国だったらマスクなしで入店を断られてトラブルになったとか結構今ニュースになってるじゃないですか。絶対ありますよね、うん、で、なんで日本って治安がいいんだと思います？やっぱりそういうふうに教育を受けてきてるからじゃないですか。あの、ま、協調性というか、うん、間違いないですね。和を乱すものは悪だみたいな感じで。そうそうそう。あの、個人というよりは、うん、あの団体として動く、うんうん、グループとして動く教育を受けてるからかなと思います。うん、でもそれって個性が伸びないですよね。うんうん、まあそうですね、裏を返せば、うんうん、はい、みんな同じ感じの人にしかならないですよね。うん、量産人間ですね。量産人間。それは良くないんですけどね。うん、でもだから、まあ
他にもまあいろいろ理由はあると思うんですよね、その日本の治安がいい理由って。でもやっぱりそれが一番大きいと思う。あとそのルールを破ると結構生きづらくなるじゃないですか。なのでみんな必死にそのルールを守ろうとするんじゃないですかね。目立つと注意される、なんかそう、アメリカ、私の友達のアメリカ人の、日系アメリカ人の子がお母さんに教えられた初めてのことわざ、初めのことわざは、出る釘は打たれるっていう。ああ、なるほどなるほど。日本に行くときは注意しなさい、出る釘は打たれるよって。そう、うん、目立つと必ずそれは良くないって注意されますよね。そうですね、うん、目立つのは良くないですね。そう、ちなみに今アメリカの話出たんで思い出したんですけど、はいはい、アメリカに see something say something っていう言葉あるの知ってます？Say something, see something, say something ですか、うん、これはあの、まあ、キャンペーン、治安を良くしようというキャンペーンなんですけど、何か見たら何か言う、でつまり不審者を見たら通報してくださいっていう意味なんですけど、はい、実はこれ昔から日本人が自然に日常的にやってることなんですよね。でそういうことが原因で治安がいいっていうのも一つあると思うんですよね。ああ、見張りしてるってことですか？そう。お互いに見張り合ってるってことですか？そう、なんか変だなと思ったらすぐ通報するとか、すぐ注意するとか、例えば駅にいて、はい、ちょっとでも変な人がいたらすぐ駅員に報告するとか。あ、その人に直接じゃなくて第三者に通報して。そうそうそう。だからね、はい、それは、まあ一方では他人に監視されているようで息苦しいって感じる人もいるかもしれないけど、はい、でもそれによって日本の安全が保たれていることは間違いないと思うんですよね。確かに、そうですね、気づかなかったです。